ひまわりバスは大阪府線南郡熊取町で運行しているコミュニティバス。南海ウイングバス南部に運行委託している。1999年4月1日から運行を開始した。愛称のひまわりバスは熊取町の町花がひまわりであることに由来する。第3コースのバスどのコースも熊取町役場前を始終着点とする。また、 どちらの車両もひまわりドーム前を経由する。以下、主な経由地のみ掲載する。翼が、丘方面循環コース、熊取町役場前おたりひまわりドーム前翼が、丘中央、成合口和田熊取団地やんばる町和口、熊取町役場前、七山方面循環コース、熊取町役場前青年会場前、大久保サニーハイツ七三北、 熊取ニュータウン自由が丘希望が丘南図書、建前熊取町役場前、青葉台方面循環コース、熊取町役場前町和口青年会場前、青葉台南地域包括支援センター前、長池町和口熊取町役場前、自然公園方面循環コース、熊取町役場前山手台口熊取番地、朝よ、なりあい口。 英楽夢の森公園前高田ひまわりドーム前、小谷山の手大口熊取町役場前、民間バス事業者の経営圧迫による直営路線バスの衰退を防ぐため、鉄道への接続はバス会社の直営路線のみとしている。そのため、ひまわりバスは熊取駅ロータリーには乗り入れず、公共施設への交通手段に特化している。どちらのコースも熊取町役場前と、 ひまわりドームを経由する。ただし所要時間20分の差があり、ドームへは第1コース、役場へは第2コースが早く着く。ひまわりバスが変わりました。熊取町ホームページ、熊取町ホームページ。2011年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月26日閲覧。ひまわりバスの新サービスについて。 2012年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月26日閲覧。広報熊取、平成24年7月号。2020年9月26日閲覧。広報熊取、平成28年8月号。2020年9月26日閲覧。ひまわりバスはどうして熊取駅前に行かないのですか 熊取町ホームページ www.town.kumatori.lg.jp 2020年9月26日閲覧ありがとうございます。